ありがとうございます。今日も可愛い、ありがとうございます。お菓子ありがとうございます。トトイありがとうございます。キャンディーもハートもたくさん、お疲れ様です。制服の目があったんですけど、どうでした？ハートありがとうございます。お見送り気づいた、ちゃんと一目惚れ、ありがとうございます。一目惚れ、ありがとう。サイリウム、お菓子ありがとうございます。キャンディーも、なんかね、この前の公演はめっちゃノリノリで、やっぱね楽しんで見てくれてるとね、こっちも楽しくなるから、めっちゃ嬉しかったです。ありがとうございます。もうねノリノリなのがめっちゃ伝わってきた。お菓子ありがとうございます。今日ね、前髪綺麗だよね今日、やばくない？でもちょっと顔がなんかいつもよりつり目に見えるね。めっちゃ踊っててよかったよ、最高でした。ハートありがとうございます。音符もお菓子もたくさん、おつにじお疲れ様です。ルカさんとのあれです、 YouTube が出されたかな、あの2じゃないよの未完全がめっちゃと、なんていうの、撮られてて、オーディションの時からもう出されてて、びっくりした、嘘って思って。星ありがとうございます。ハートもキャンディーもありがとうございます。じゃん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 、かわいい、ありがとうございます。ギフトね、ちょっとこれからもたくさんノリノリを作っていきましょう。思い出、ノリノリな思い出を作っていきましょう。ありがとうございます。本当にめちゃくちゃ美少女のここみちゃん、めっちゃ大好き、ここみちゃん大好き、ありがとう、ありがとう、嬉しいの、え、急にありがとう。見てみて、配信終わったらとか今でもいいけど、ぜひ。星ありがとうございます。ハートありがとうございます。お菓子も、お菓子ありがとうございます。星も、おつにじ、初見さん、おつにじ、星ありがとうございます。調子ね、あのピノキオ君の調子乗ってるだったんですけど、あの歌割りがね、あそこはね声が低くてあんまり、でも結構みんなあれだよね、花なんとかも歌うまいけど分厚い声じゃん、だからピノキオ軍でめっちゃ響いてていいなって思って、よかった、ありがとうございます。お菓子、お菓子ありがとうございます、たくさん。え、なんかいつもと顔が絶対に違うんだけど、なんでだろう、お菓子ね、なんかさ、メイクこういう時なんか使われてて嘘って思って、恥ずかった、急に使われてて。星ありがとうございますね、モバイルの返信見てるよ、ちゃんと。皆さんありがとうございます、返信たくさん。星ありがとうございますね、定点カメラね、ここみん定点カメラのメールでも言ってくれてたけど、ありがとうございます。そう、あんずさんとも昨日は写真を撮れて、ハートありがとうございます。え、来たよ来たよ。これはあのファンの方からプレゼントされた服なんですけど、うちが好きな、そうエモダのところのあのブランドの服をプレゼントしてくれて、来ました、届いたよ、早かったね、ありがとうございます。ちゃんとこれからめっちゃ愛用します。そう、来ました、今日は、ありがとうございます。可愛いよね、なんかうちの雰囲気に合ってる黒色で嬉しかったです、ありがとうございます。嬉しい、服なんかさ早く届いたから想像よりね、
だからよかった、ありがとうございます。制服の目の日かに受け取ってありがとうございます。なんか今あのチークが壊れてないんですよ。だからねやっぱりチークがないとね悲しい。こうそうか、なんかうちは初日の方が良かった気がして、あんまりちょっとねショックなんですよ。前回の制服の目はなんか前の方がうまくできたかなって感じだった、初日の方が。だから個人的にうーんって思ってたけど、どう思う？ハートありがとうございます。ココミめっちゃ良かったありがとうございます。ハートもたくさん、お菓子もありがとうございます。え、なんか触覚ね、アイラインか、急いでメイクしたんだよね今日は。ちょっとアイラインか。星ありがとうございますたくさん。おつにじエモだがそうなんですよね、ありがとうございますたくさん。本当にプレゼントとか手紙とかも、そう手紙も受け取れるのでありがとうございますたくさん。お手紙もプレゼントも、キャンディありがとうございます。虹も虹ギフトありがとうございます。虹虹お菓子もありがとうございます。だるまも水色の、触覚か、触覚かな、確かにそうかもしれない。緑ありがとうございます。だるまハートもありがとうございます。おつにじガチの星ありがとうございます。昨日ね、あ昨日か、うちはね制服の目のやつはねまだ見切れてないんだけど、見たいなって思ってます。あの忙しく落ち着いたら見たいなって思って。ありがとうございますレインボースター。なんかさ目が強めだよね。ハートありがとうございます。キャンディーもお菓子もありがとうございます。だから17日はもっとやっぱ講演をしていくと学ぶことがあるから、それをどんどん改善していきたいですね。ハートありがとうございます。学校はねメイク禁止だからね、だからね薄いけどね本当に。お手紙出してみますね、ありがとうございます。読みますちゃんと、ありがとうございます。おつにじお菓子ありがとうございます。キャンディーレインボースターもこんばんは。初見さんおつにじ動画見ました、可愛かった、ありがとうございます。ルカさんとのやつかな。お菓子ありがとうございます。キャンディーもだるまもありがとうございます。お菓子だるまありがとうございます。だるまもありがとうございますたくさん。え、なんかわずかの金せめりながら、なんかあの始まる前にねリハーサルの時に、まあ、リハーサルをしたんで一回ね、その後になんか歌い方をハンナンとココハにね相談してたの。なんか歌い方を地声のままわずかの金って歌うか、声を裏返してわずかの金って歌うか、声をこのままね、このままでわずかの金って歌うかの、わかるか、伝わったかな、それで悩んでたの。でも花なんたちは、まあ、声を裏返した方がいいと思うみたいな、裏声で歌った方がいいと思うってなったんだけど、この前は裏声で歌って失敗をしてトラウマがあったから、あの怖かったのね裏声で歌うのが。だから地声にしたんだけど、なんかちょっと音外れ、なんか音違くない、やっぱり地声だと。もうどうすればいいんだろうって思って、お風呂で昨日もねずっと歌ってた、わずかの鐘だけ、本当に20回ぐらい歌った、わずかの鐘のところだけを。ありがとうキャンディーね。制服の目ね、公園制服の目っていうのの公演が好きな人も多くて、
キャンディありがとうございます。お菓子もたくさん。本当に結構みんなと目がね合った今回は。フォーリンラブありがとうございます。嬉しい。なるほどね、わずかのかね。星ありがとうございます。お菓子も。そう、なんかわずかの鐘めっちゃ難しくて、わずかの鐘セミリながら難しい。わずかの鐘がなんかその前のと言いたって落ちこぼれる勇気もなくはめっちゃうまく歌えるし、うまくっていうかその歌えるの、別にうまくはないけど歌えるのし、あとのと言いたって落ちこぼれる勇気、あ最低の生き方とも言えるし、何わずかの鐘だけめっちゃ苦戦してんの。やっぱり唯一の歌割りっていうこともあって悩んでて、どうしようって思ってます。やっぱ歌い続けよう、わずかの鐘をね。お見送りね、ありがとうございます。みんなのたくさん、あのうちの目の前を撮るときにみんなねいろいろ言ってくれてよかったよとか言ってくれて、目あったよちゃんと見てたからね。おつにじ、お菓子ありがとうございます。そう、なんか結構原曲っていうのかなのやつも結構なんていうんだ、そうなんかビブラっていうの、なんかそれがある感じだったからうまかった。本当に嬉しい、ありがとうございます。嬉しい、ハートも送ったよちゃんと、ありがとうございます。みんなお見送りもね、お見送りが楽しいしね本当に。あ、兄じゃないの動画どうでしたか。なんか本当に緊張してるのがめっちゃ伝わったと思うけど、他になんか、でもなんかその一人で歌うパートがあんまりないから、他の曲でめっちゃ可愛かった、ありがとうございます。嬉しい。全然お見送りはねたくさんね言ってくれて嬉しかったです。すぐね、あのすぐ声でね気づいたからありがとうございます。自信持って歌おう。なんかさ、いつもよりやっぱ先輩と方といるとなんか自分が本当に幼く見える気がする。未完全 TV どうでしたか。あのルカさんとの、ルカさんとそれ2じゃないよね、あのオーディション時代の映像が流されてびっくりした自分で、嘘って思って、まさかこんな時に使われるなんてって思って、うん、お見送りねちゃんと。なんか最近あのなんて言うんだろう、ココミ推しの方のなんていうの、顔と名前、ショールームとかのメールとか名前とかと顔が一致してくることが多くて嬉しいです。こんばんは、おつにじ、タン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 ね。なんかオーディション時代と顔が違くてはずいんだよね、未完全 TV の。でも嬉しい、あんなに長く自分のところがあるなんて思ってなかったから嬉しかったです。こんばんは、お菓子ありがとうございます。たくさんありがとうございます。ここ見失いました、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。そう、あのね、てんちゃんと同じ日に買ったの。なんか買い物をするイワニャンのタンプレと一緒に
そのプレゼントを買おうって思ってアンズさんのでって感じで同じ日にやって、でも2人ともクロミちゃんが好きじゃん、だからそこで悩んで悩んでって感じでした。ハートありがとうございます。はじめましてこんばんは、初見さん。え、テロップ何かこう汗拭くの目ありがとうございましたとか、こんばんは、こんばんは。SK48 で10年ぶりに、え、嬉しい、ありがとう。え、10年ぶり、やばい、ありがとうございます。嬉しい、よかった、ありがとうございます。ねえねえ、メカン全 TV を1時間バージョンとか見たよね、密着の1時間バージョンとか。こんばんは、お菓子ありがとうございます。本当にあのさんはね、なんか喜んでくれてて嬉しかったです。久しぶりに会えたし、なんか事務所について一回会ったの。でもなんかそのおはようっていうのがね、おはようって言ったっけ、なんかおはようございますみたいなあったんだけど、めっちゃ嬉しかったですね、会った時から。お菓子ありがとうございます。こんばんは、初見さん、お菓子もありがとうございます。前髪は、え、これは結構高いんじゃない、94。おつにじこんばんはね、公演に出させてもらえる回数が多くて嬉しいです。 MC よかった、本当に MC は本当に難しくて、 MC はやっぱり難しいです。どういう感じかなっていう、難しい。自己紹介もちょっとね、終わってからああしとけばよかった、こうしとけばよかったってことが多くて、ねえ、もうちょっと欲しいよね、密着の動画のやつ。こんばんは、明日バレンタインだよ、バレンタインだよ、みんなチョコもらったりしたり作ったりあげたりすんのかな、みんな。ありがとう、お菓子こんばんは。ねえ、モニミって言ってたね、今にゃん、嬉しい、みんなどんどんモニミが伝わってって、高得点です、今日は前髪満点ありがとうございます、嬉しい、めっちゃ高い。今日はね、やり直したのでね、一回ハートありがとうございます。100点ね、どんな感じなんだろう、やっぱそれはメイクさんとか美容院の方にやってもらった時に100点かな、自分じゃね難しい、100点。もうあげた、うん、いつもね話してもらえるだけで全然お礼っていうかお返しになってますし、話すだけでめっちゃ嬉しいしね、会えるだけでも。おつにじこんばんは、やっほー、お菓子ありがとうございます。え、モニミって言ってた、本当に昨日の配信が見れなくて、ちょうどね、ちょうどめっちゃうちのことを話してくれてたっぽいところのやつなのに、ちょうど昨日見れなくて、え、ボケますっす、意外とね、なんかユアニャンとかと話してたり同期と話したりしてると、たったありがとうございます、お菓子もありがとうございます。
バレンタインね、今年は作んないかな。おつにじ、こんばんは。え、本当に今日美女いい？なんか個人的には微妙かな、今日は。なんでだろうっていう感じ、本当に。塗り方独特でしょ、叩く派なの、こうやってね。ちょっとね、みんなバレンタインのチョコじゃなくて制服の目がね当たりますようにプレゼントしたい、みんなに制服の目の当選を。え、塾長って叫んでたのってそうなの？もしかしてそうだったの？塾長ってめっちゃ呼んでる人いるの誰だろうって思ったら、もしかしてそうだったの？びっくりなんだけど。もしかして、お菓子ありがとうございます。嘘ね、配信とかで名前を出してくれるだけでも嬉しいし、そう、会った時に配信見てくれてるよねって言われて、え、見てますって言って、なんかノーネームのアンズのアバターの人がいてみたいな話になって、それがココミンか分かんないけど、ココミンって言ってるんだけど、ココミンで合ってるって言われて話しました。ありがとうって言ってくれて、お菓子ありがとうございます。去年はスコーンを作りました、バレンタインに。お菓子ありがとうございます。だよね、みんなもさ、プレゼント手渡したいよね。その場の反応が見たいよね。お菓子ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。お菓子たくさんありがとうございます。そうだよ、前髪は今日は満点ぐらいなのに、顔がなんかいつもと違くて。え、そうだったんだ、まさかの。え、びっくり。ちょっともう一回見てみるね、塾長って呼んでるところを。申し訳ありがとうございます。アンズさんのその未完全 TV でもさ、なんか苦戦をしてたみたいな書いてたじゃん、ダンスに。びっくりしない？それが、それにびっくりして。星ありがとうございます。こんばんは。え、でもうちも本当に今までっていうか、本当に未完全 TV 全然映ってなかったから、急に来ます、急に出る時が来ます。なんか伊藤塾ってありそうじゃない？どっかに絶対あるよ、伊藤塾は。お菓子ありがとうございます。やばいね、成長が。でも自分でも思う、成長自分がしてるなって自分でも思うから、本当にびっくりするぐらい成長してます。お菓子ありがとうございます。キャンディーも。今ココミンは中学生です、中3です。マジで？ちょっと聞きたいな、もう一回塾長が。伊藤塾ってあるでしょ、ほら。もう伊藤はね、大量なのでね。伊藤園はあるよね。なんか伊藤ってめっちゃ悪くない？伊藤園はあるよね。だから伊藤ってつくものが本当に多くない？なんか皮膚科伊藤とか絶対あるじゃん、そういうのも絶対あるよ。ハートありがとうございます、たくさん。お菓子も。よかった。なんか岩にの生誕祭だったんですけど、ユニットで青緑を振ってくれてる方が多くてびっくりしてるんですけど、嬉しかったです。お菓子も、お菓子じゃなくてレインボースターありがとうございます。可愛いギフトもありがとうございます。加藤塾もあるよね、加藤塾も絶対あるし、加藤塾もあるよね絶対に。
道塾もある。中3なので15歳です、今は。こんばんは。ね、伊藤らしいね。伊藤いいね。おそろい、おそろで。ね、伊藤って名字が多いですよね、本当に。ミキさんも伊藤で多いですね。伊藤ハムだ。伊藤ハムもそう。目だよね、なんか今日目が重そうな感じしない？わかる。なんかさ、わかる。なんか体調悪いのかな。前髪が長すぎるかもしれない。前髪が長いかも。こんばんは。知り合いにみんな伊藤ってさ、名字の人いる？お菓子ありがとうございます。お菓子もありがとうございます。伊藤はね、いたよ。うちのね、長野の時のね、学校にもね、伊藤いた。お菓子ありがとうございます。職場の店長伊藤さん、すごいね。うちじゃないそれ。 SMR です。え、本当に？あの青緑はね、めっちゃ見えるので、本当に一瞬でこう手目に入る。青緑はハト、ありがとうございます。わかる。生誕祭の自分絶対泣く。やだ、泣いてさスピーチできないかもしれない、うちの場合は。ハト、ありがとうございます。え、サツケチそんなこと言ったの？ココミンと話す。本当に？本当にサツケチ言ってたそんなこと。いいな、唐揚げ。お菓子ありがとうございます、たくさん。伊藤さん、好み。ありがとうございます、嬉しい。そんな2じゃないよ。どうでしたか、動画どうでしたか。緊張しいと思うんですけど。え、おーちゃんに似てるって言ってたの？そう、それ違う。おーちゃんに似てるは違う。わからない。そうなのかな。あ、大岡さんに似てるって言ってたのはそうなの？もしか、え、本当にそれは違う。あ、そう、伊藤ってさ字があるよね。東っていう字もあるし、もつ虹。みんなやっぱさ伊藤いるじゃん、身近に。こんなにも、確かに。鈴木も多い、加藤も多い。伊藤洋華堂あるね、懐かしい。いいね、伊藤洋華堂。え、すごい、伊藤。あ、3つのやつありがとうございます。ハート、赤、黄色、紫、緑のやつ。青もありがとうございます。だるまたくさん、おつにじ、嬉しい。さつきちゃん、ありがとう、嬉しい。さつきちね、さつきちも可愛いからね、本当に。赤ちゃんすぎて、大して年齢も変わらないのに可愛くって、本当鬼。え、本当に？それも本当に？嘘、そうだったの？え、え、最善？違うよね、最善じゃなかったよね。うん、あった。
伊藤といえば選手権あった、 X で見たよそのポスト。そう、もうゆわにゃんの後ろでスピーチ聞いてる時ももうこういう感じで涙が出て止まらない状態だったので。初見です、こんばんは。今日初見さんたくさんありがとうございます。お菓子もあのゆわにゃんと見間違えられるので、皆さんね、コールを間違えてしないように。え、そんな伊藤あんの、初めて見たんだけど。その伊藤は、その伊藤は初めて見た。うちもね、まだ中3だからまだ全然子供ですね。全然ね、ね、え、それな、面白いね。あのさ、さつきちのことあんなに赤ちゃんって言ってたのにさ、今あのルカさんとのラジオはね、赤ちゃんっていうのを話してたのでね、ルカさんと。お菓子キャンディーありがとうございます。こんばんは、嬉しい、ありがとうございます。みんな伊藤、伊藤エピソードね、まさかさ撮られてるって思わないじゃん。ちょうど後ろちょうどヨアニャンの後ろで映っててはずって思ってね。えちょっとさ、ユアニャンに言えなくて、なんか一回思いついたの、一回頭で、あ、待って、ユアニャンのユアニャンとなんか同期で話したんだよ。同期6人ぐらいで話してる時にユアニャンが目の前にいて、ユアニャンの唇にパッて 目がいったので、ユアニャンの唇にパッて目がいって、え、待って、ユアニャンの唇に触れなきゃって思ってたのね、ずっと。でもなんかその後にユアニャンの生誕祭だからみんな写真を撮りたいわけじゃん、ユアニャンと写真撮ろう写真撮ろうみたいな、ユアニャンが言われてて、待って、言わなきゃ言わなきゃってうちも思ってるのに、うちも写真撮るときに乗ったら言えばいいかって思ったら、もうすっかり忘れてて言えなくて、でもね、本当に思いついたの、言わなきゃっていう、ユアニャンにショックだから、ちょっとまた言う、あの次会ったときに、なんかユアニャンさ、あのこの前の生誕祭の時めっちゃ唇めっちゃ良くなかった状態みたいな、調子よく良かったよね唇って言います、次会ったら。おつにじ、え、本当にびっくりなんだけど、え、嘘、4列目ぐらいだったよね、列、座席か。お菓子ありがとうございます。ガンチタン推しの何がけで、さすがさすが、お菓子ありがとうございます。触覚ね、触覚ね、もらい泣きしそうになった、うちの涙で、嬉しい、まさかのうちの涙でもらい泣き。こんばんは、絶対言います、もう。今日ちょっとメイク違うんだよね、でも。あんまりさ、唇的にしなくない？人の目はまだわかるよ、目はわかるけどさ、あんまり唇って見なくない？人の。うん、みんなこれは言っちゃいけないよ、秘密です。え、なんか名前と顔が一致
できてるっていうか、そうなんていうの、会ったことある人は本当にめっちゃ覚えやすいから、ちゃんと覚えてます、いたよねっていう。嬉しいなみんな。リンボスありがとうございます。可愛いゲストもなんか横顔綺麗だねって言われることはあるんだけど、横顔も何回も言う、ごめんね、なんかこのほっぺが本当に嫌で、横顔の笑うとわかる、このほっぺがさ、なんか浮くの、ほっぺが、これが嫌なんですよね個人的に。なんかシワに見えるの、これが。かわいい、ありがとうございます。かわいいゲストありがとうございます。やっぱこの服のおかげだって、いつもより大人っぽいのは。いつもパジャマだもん。6目目ぐらいだったよね。びっくり、びっくり、衝撃ニュース。それは仰天ニュースだよ。洪水ね、ちょっとうちもやばいかも。自分の生誕祭は洪水が起きそうです。こんばんは。お菓子ありがとうございます。お菓子、あ、これはパジャマです。今日はこれは色違いを持ってて、ピンクも、ピンクバージョンも持ってて、今日は、今日っていうか、やっぱ洗濯するから変わるじゃん。で、今日はこの色でした。ピンクとこの色を持ってて、これでしたね。ぜひ手を振ってください。本当にみんなにね、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございますって声をかけてるので、ありがとうございます。キャンディーもお菓子もありがとうございます。パジャマかわいい、本当にこれかわいいかな、このパジャマ。どこで買ったかはね覚えてないぐらい、ネットだ、ネットかな、ママが買ってくれた。お菓子ありがとうございます。いや分かってるよ、分かってるよ、ちゃんと。おーちゃんに似てるって言ってくれた方がいるなっていうのはずっと覚えてたの。まさか、まさかのまさかでびっくりしたの。まさかあなただったとはって感じです。その黄色いの何、お菓子じゃなくて星ありがとうございます。お菓子もありがとうございます。星もそうかな。星ありがとうございます。サイリウム感動するよね、あれ。サイリウムがさ、自分なの、自分のが多いっていうのが感動するよね。どうしよう、そういうのなかったら。特にないよ、雪の夜とかに。ただ早めにブログをお願いしますって送って、休みだったからかな。なんか顔はね、昨日はすごい目立ってたからちゃんと覚えてるよ、ちゃんと。本当にノリノリだったから覚えてます、ちゃんと。こんばんは、おつにじ、おつにじ。最近髪型変えてないよね。なんかこれをどうしても見せたくて、でも映んなくて。おつにじ、じゃん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 。
星ありがとうございます。星じゃなくてお菓子です。たくさんキャンディーもありがとうございます。タタタンタンタン。ココミン素晴らしいよね。ありがとうございます。似合ってるもありがとうございます。本当にびっくりして、まさかさ。なんか配信するといつも外が騒がしくなるんだよね。あとニージャアバターの方も来てくれてましたね。本当に一生見てるんですよね、うちのこと。あの方は嬉しくて。よかった、制服の目怖い、めちゃくちゃ楽しかった。よかった。どうだった、うちを見てみて。ね、サイリウムすごかった、感動した。自分じゃないけどめっちゃ感動した、あのサイリウムは。おつにじこんばんは、ね、うちは欲しいね。うちはいいよね。欲しい、お菓子ありがとうございます。キャンディーこんばんは、ここみよし。お菓子もありがとうございます。ね。なんか何の歌わりがあってもね。うちがめっちゃ後ろにいる時でも見てくれてる方がいるんですけどね。いつも。その方がね、すごいんですよね。嬉しいです。今いないんですけど、ありがとうございます。お菓子ありがとうございます。星もほみちゃんの生誕の時も楽しみね。めっちゃ好きだよ多分。一番最後、一番最後じゃん。一番最後ねえ、みーな見たいよ。うちは早く楽しみ待ってます。ありがとうございます。めっちゃ楽しみ、めっちゃ見たいけど。アクリルスタンド欲しい、自分でも欲しいもん。アクスタ、アクスタいいね。塗り方の癖ありすぎない？コミも笑顔たくさんですごいよかった、ありがとうございます。嬉しい、たくさんこれからも会えますように。こんばんは、いいじゃないよ、かわちにじんじ、ありがとうございます。緊張しいんですけどね、本当にね。うちは見てよ、ちゃんと覚えてる。めっちゃ笑顔でね見てくれてて、そみんなね、なんかね笑顔で見てくれてる方が多くてね、笑目が合うとねニコってしてくれてる方が多くて、星ありがとうございます。たくさん、うちもアクスタ持って出かけたい、いろんなところに。その写真も見たよね、みんながあのアクスタを持って出かけてるところを見てみたい。おつにじ半ですね、ありがとうございます。で56分になったら教えてください。またこんばんは、そうだよ、一番最後だと思う、12期で。うん、綺麗だった。あのにじちゃん推しの女の子がいるんですけど、一人高校3年生の子がいるんですけどね、その子がね、これをね、急に話が変わっちゃう。そのうちわがね、初日の時にめっちゃ可愛くて綺麗だった。この服のね着方悩んでて、こう閉じるかこの開けるかっていうので悩んでて、でもなんかどっちでもよぼくっぽくて
レインボースターありがとうございます。でもね17日はね、もうすぐだけどね、本当に10期生が揃う日です。いいね、お出かけいいな。明日から5時販売です。早いな、1時から始まって5時販売です。明日は昔ありがとうございます、キャンディ五条悟なんかハイネックだっけ、五条悟の服ってあげる派、あげる派もしかして。嬉しい、チケホルいいね、お菓子ありがとうございます。え、そうなんだ、なんかいいよね、国民同士での絡みとかもたくさんあって。え、見てみる、ありがとうございます。ホームページをぜひたくさん、みんな握手追加する、ありがとうございます。ぜひたくさん会いましょう。公演とかにもね出れるように頑張るので。ロケットありがとうございます。ありがとうございます、公演で気になったから会いに行きます、嬉しい、それは嬉しいです、ありがとうございます、ありがとうございます。ファンレベル上がってる、みんなすごい、おつにじ。え、何のね服を着ようか迷ってまして。お菓子ありがとうございます。銀掛けは特にない、でも嬉しい、ありがとうございます。会いたいから会いに来るで、ね、ありがとうございます。おつにじいいね、カバンいいね、カバン、カバンはいつもこう下げるやつを使ってます。お菓子ありがとうございます。現地で見ました、どうでしたか、どうでしたか、制服の目公演。パスワード忘れんのマジで焦る、気をつけて、よかった変えて。え、これ、これめっちゃ座り心地いいよ。でもなんか最近本当に暑くて、2月になってから気温が上がってるのか分かんないけど暑くて、夜中っていうか布団が暑くて起きちゃうんですよね。これはめっちゃいいです、おすすめ。いや忘れないよ、絶対に忘れませんよ、全然絶対に、ココミンのみんな忘れません、みんなを忘れません。お菓子ありがとうございます、にじにじギフトありがとうございます。え、そうなんだ、いいね、お嬢様方が。3月16日はおしゃれニットです、おしゃれニットですよ。そっと握手に来てください、ぜひそっとね、バレないように静かに。合格キスの衣装はね、4月5月ぐらいに、4月5月はない5月かぐらいに着たくて、うん、早く会いたいです本当に、みんなと。
もうって感じになる、たまに。お菓子ありがとうございます。明日も暑くなりますよね。なんかさ、ニュースさっき見てて思ったけどさ、なんか暑くなるらしいね、これからもっと。なんかもう来週っていうか、今週来週ぐらいからもう気温がさ、あれでしょ、あれあれ、春になるって言ってびっくりして。劇場でめっちゃ楽しそうに踊っていたのが良かった、ありがとうございます。嬉しい、よかった。なんかそう言ってもらえて、逆になんか不評だったら悲しいじゃん。お菓子ありがとうございます。キャンディーもハートもありがとう、ギフトありがとうございます。いいね、ソフトクリーム。なんかさ、お前もさ、ソフトクリーム食べてたよね、いちごの。いいね、ソフトクリーム。うちも食べたい。アイス食べてないの、全然。うん、全然忘れてないです、本当に。覚えてます。来てください、ぜひ。制服の目。本当に、いい公園です。4月がないだよね。4月がないんだよね。ハートありがとうございます。かわいい、ありがとうございます。桜が早く咲きますね。なんかそう、ニュースでさっき見た。結婚してありがとう、ギフトね。本当に夏が来てほしくて、夏が本当に恋しいです、最近は。特に冬ね、握手会が緊張する。どんな感じなんだろう、握手って。で、ちょっとね、秘密なので、いろいろ。カメラ写りいい、本当にありがとう。いいね、ソフトクリーム。ね、頑張りが認められてて嬉しいです、本当に。嬉しい、本当に。それはえ、ね、抹茶ティラミスね、メールで言ってたよね。本当に美味しいらしいよ、抹茶ティラミスは。なんか上がトロトロしてるんだけど、それが美味しいらしいです。夏大好き。嬉しい、ショールームを楽しみに待ってくれてる方もいてね。え、名古屋の夏はやばいらしい。握手会初めて。いいね、おにぎりさ、専門店のさ、おにぎりとか絶対に美味しいよね。早く目の前でお話ね、楽しみ。ドキドキする、自分でも。緊張するな。そうなんだ、握手会って手痛くなるの。でも疲れるのかな、手が。夏のファッション楽しみにしてくださいよ。さ、5月ですね、制服の目の、あの合格基礎を切るのは5月です。あの合格キスの衣装を着るのは5月です。こんばんは、こんばんは。そうなんだ。なんかさ、おにぎり専門天むすのおにぎりとか全然食べたことがなくて、食べてみたいね。ツーショット会が緊張するんですけど、あの初めてで、でも本当に楽しみ。レインボースターありがとうございます。嬉しかった、本当に。よかった、
ありがとうございます。なんか嬉しい、ありがとうございます。皆さんお菓子ありがとうございます。ギフト、え、長野の夏は本当に暑いんですよ。なんか本当に暑いけど、名古屋が異常で、暑さが、オーディションが夏だったんだけど暑すぎてどういうことって感じだったんだよね。本当に溶ける暑さっていうのかな、溶ける暑さで死ぬレベルで暑くて、もう熱中症になるみたいな、本当に気をつけないといけないなって思って。ハートありがとうございます、フォローも。嬉しいな、つーくんも、そのあのありがとうございます。プレゼントできるのを楽しみにしてますなんて、ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます。はじめまして、こんばんは、初見さん。ね、夏ってなんかさ、野外フェスが多くない？野外でコンサートするとか。だってさ、あれだもんね、野外ってめっちゃ大きくない？会場とか人がめっちゃ入るイメージがある、野外って。星ありがとうございます。で、天むすってそんなに美味しいのかな。明太おにぎりやばいね、それはわかる。名古屋やばい。こんばんは、初見さん、気になる、ありがとうございます。お菓子、キャンディー、うん、前のシングルはトーク会だよ、ロングトーク会でした。バラありがとうございます。そう、アスファルトか、アスファルトだからかな。ハートありがとうございます。目溶けるとやばいよね、野外フェスいいよね、野外のコンサートってね。でも冬ってどんな感じなんだろうね、冬に野外のコンサートって。ありがとうございます、お菓子。野外でさ、踊るってどんな感じなんだろうね。見るのはまだわかるじゃん、踊るっていうのって相当しんどそうだけどね。ありがとうございます、初見さん、たくさんハートをありがとうございます。おつにいじ、配信はてから夕食してきますね。了解です。何食べるんだろう、みんな今日は。京都やばいね。え、まあ京都の気候って長野と似てるらしくて、一番似てるらしいよ、京都長野って。誰もありがとうございます。冬の野外は寒いよね。だよね、だよね。ね、長野でイベントしてみたいね、それは目標ですね。ありがとうございます、キャンディー、キャンディーありがとうございます。やっぱ野外はねいいよね、空が見えるじゃん。天井がさないからさ、空じゃん天井が。え、本当にモニミココミンがいいなんてみんな言ってたの、本当？ハートありがとうございます。あー確かに、え、踊ると本当にあったかくなる。お疲れ様です。
ね、スキー場ね行きたい。スキー場行きたいな。目が乾燥です今は。メガゼン TV で映ってました。今回はすごいオーディションの映像からでコメントもあって、いいね。ココミンと長野へバスツアーとかいいね、してみたいね。お菓子ありがとうございます。星もおつにじリンボスターありがとうございます。え、それわかる。もう雪がないだけでさ環境が違うよね。わかる。だって滑んないもんまず。うん、長野はね本当に環境が綺麗って感じね。ココミン若いかったよね。なんかさ恥ずかしくない？なんかさレッスン中の風景って恥ずくない？バス10台も、ま、そんな1台で収まりそうなくらいココミンの方が集まるってなっても。え、いいね。え、そばいいよね。わかるよ。わかるよ。だね。そのために一回名古屋に行かないとだね。確かに。ここ宮司こんばんは、初見さん。いちご狩りいいな。行きますよ。本当に嬉しい。ありがとうございます。え、レッスン中の風景いい？本当に？え、でもバス1台結構入るよ、人。32、40人くらい入るよ、バス1個。ありがとうございます。お菓子。キャンディーも。え、今何時だろう？56分になったら教えてください。え、特技が見つからないんですよね。ちょっと指パッチンはできるんですけど、レッスンはねめっちゃ頑張ってた。本当にレッスンはね集中力が必要です。40人はちょっと厳しそうだな。うちに40人はモバメ登録しました。ありがとうございます。ありがとうございます。1日3通送ってるのでお楽しみにです。お菓子ありがとうございます。星も目荷物の中にあのなんかあるよね、荷物のさ座席の下になんか荷物詰めれるところってあるじゃん。お菓子キャンディありがとうございます。手話もできるよちょっとだけ。でもちょっと心配ですよ、手話はちょっとね。このねこれこの歌だけできるの手話。ありがとうございます。サイリウム友達になるために人は出会うんだよ、どこのどんな人ともきっと分かり合えるさ、今まで出会ったたくさんの君と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 。アニョハセヨ、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 ないない思いつかなくなっちゃった韓国語が。こんばんは初見さん、お菓子ありがとうございます。サイリウムありがとうございます。青のサイリウムたくさん、ハートもありがとうございます。サランヘヨ、サランヘヨ、カムサハムニだ、カムサハムニだ。
アーニョハセヨサランヘヨ、星ありがとうございます。お菓子も。アニョハセヨ、アニョハセヨ、カムサハムニダ、カムサハムニダ、お菓子ありがとうございます。キンパ、キンパ、キンパ、天才天才ですか、本当に。ココミンの夢が一つ一つ叶えます、叶うようにね、頑張ります。うちもココミンサランヘヨ、キャンデありがとうございます。お菓子も星もありがとうございます。トッポギ、アニハセヨカムサムニダ、トッポギアニハセヨカムサムニダ、トッポギ、キンパ、ハートありがとうございます。キンパ、ヤンニャムチキンは日本語かな。ハットグ、グッパ、ハートありがとうございます。ヤンニャムチキン、ハットグ、チヂミ、ビビンバ、冷麺冷麺って、あ、でも伝わるのか。アニハセヨ、え、ワッフル缶美味しいよね、わかるよ。ワッフル缶は本当におすすめです。ぜひ皆さんにも食べてほしいです。やっぱさ、韓国っぽいもんね、ワッフル缶って雰囲気が。チャプチェありがとうございます。緑のサイリウム、お菓子ありがとうございます。星も、ネンミョン、あ、冷麺、レンミョン、星ありがとうございます。レンミョンらしいよ、冷麺。ショレギサラダ、キンパ、カルビクッパ、カムサムニダ、アニハセヨ、サランヘヨ。え、今何時だろう、今何時だろう。ココミョンココミョンです。キムチ、キムチ、キムチ、54分でござる、ありがとうございます。いや、ワッフルカーンは本当に食べてほしい、みんなに。スンドゥブ、チヂミ、チヂミ、チヂミね、ありがとうございます。虹のように輝きたいと思います、名前の由来の通り。54分ありがとうございます。お菓子もありがとうございます。ココミン、なんかさ、カタカナで書いたらさ、韓国語っぽくなるよね。なんでも、なんでもなるくない。チャルジャヨ、おつにじ、にじに、にじにじとか、そうじゃん、絶対なんかさあるよね。タッカルビ、タッカルビ、おつにじおつにじやばいね、おつにじもうそのまんまじゃん。ありがとうございます。キャンディ、星も、かきれな、かきれな、やばい、かきれな、そうじゃない、もう。かきれなはね、本当に面白いからね。イエポヨ、ミンミン、ココミン、星ありがとうございます。ココミンツイートしといて、見たよ、あの、アンズさんのやつかな、見ました。あ、壇上かな、壇上見ます、壇上。サイリウムありがとうございます。お菓子もたくさん、いきます、読みます。13位はくろみさんのポンポンを持った方、ありがとうございます。12位は土偶の方、ありがとうございます。11位はピースしてるうさぎの方、ありがとうございます。10位はシナモンの方、ありがとうございます。制服の目もありがとうございます。9位はアザラシのサーモンの方、ありがとうございます。8位は
緑のうさぎの方ありがとうございます。7位はケロッピの方ありがとうございます。6位は狼の被り物をかぶった方ありがとうございます。ありがとうございます。5位はパンダの方ありがとうございます。ありがとうございます。4位はピンクのクマのルカさんのクマの方ありがとうございます。ありがとうございます。3位は歌舞伎の方ありがとうございます。ありがとうございます。2位はタピオカの方ありがとうございます。ありがとうございます。1位はアンズさんの上りを持った男の子の方です。ありがとうございます。ハートもありがとうございます。皆さん、あの1ありがとうございます。今日も来てくれた方もギフトたくさんくれた方もコメントたくさん送ってくれた方もありがとうございます。ココミンお寿司かありがとうございます。あっという間ですよ本当に。今日は長めでした。ハートありがとうございます。バイバイ、 See you。 ありがとう。おつにじショールーム配信ありがとうございました。おつにじ今日も楽しかった。ありがとうございます。これ邪魔だね。ココミンお寿司か。お寿司食べたいね。いいな、お寿司食べるの。そう、最近は毎日配信が続いてたんですけど切れてしまったので悔しいんですけど、その分練習頑張ってるのでぜひ会える機会が増えるように頑張ってます。なんか小指が立たないんだよね、あんまり。ファイトありがとうございます。またね、おやすみ。ありがとうございます。そう頑張ってるのでぜひね、練習頑張ります。いい夢見ますよ。ちゃんと皆さんもね、いい夢見ましょう。ハートありがとうございます。